はい、今日は557のジージャン、リーバイスのサードタイプの復刻版のレビューをしていきたいと思います。これね、90年代のデニムなんですよ。なのでもう25年ものぐらいじゃないですかね。で、新品で購入してあんまり洗ってないです。とね、どれぐらい洗ってないかっていうと、もう裏側見てもらったらいいんですけど、まあ、めっちゃ青いでしょ、まあ、全然こう触らないところとかね、もうすごい青いんで、まあ、これぐらい、まあ、洗わずに、使ってます。内側とかも結構青いんじゃないですかね。はい、では細かく見ていきたいと思います。襟周りですね。やっぱり、ね、襟周りは当たるので、ね、こんな感じで色落ちがしてます。めちゃくちゃいい感じです。はい、パッチです。サイズは38の、はい、ロットナンバー書いてますね。557です。はい、続いてタグ、ビッグイですね。まあ、みんなが大好きビッグイです。はい、生地の状態見ていきましょうか。縦落ちっていうか、もう点落ちですね。まあなかなかいい感じですね。はい、襟裏はこんな感じですね。結構青いです。まあ僕襟立てないんで、この内側はそんなにダメージとかはないですね。はい、前のボタンの当たり具合ですけど、やっぱり開け閉めするんで、この辺りはね、やっぱり擦れてますね。まあ、当たりがよく出てます。この辺りとか独特なシワ、まあ、引っ張られるんで、まあ、こういう斜めの、ね、シワができるんだろうとは思います。下の部分です。もう結構ねじれ部分が出てね、いい感じで当たりが出てますね。はい、肘の部分です。若干こう蜂の巣的なのが出てますね。ヒゲというか蜂の巣というか、あの復刻版なんでね、生地が、まあ、オリジナルと比べて違うんですけど、まあ、ちゃんとやっぱりこういうのは出てくれますね。はい、袖部分です。これね、やっぱり触るところなんで、当たるところなんで、もうめちゃめちゃ色落ちてますね。もうちょっと黄色がかってます。はい、アップにしました。もうこのダメージのあたりとかたまらないですね。はい、裏向けました。さっき見せた襟の部分ですね。まあ、こんな感じです。はい、パッチの部分、肩がついてますね。もうこれたまらんすね。いい感じです。多分僕の、まあ、体型に合ったシワなんでしょうけど、横にね、こうシワが癖がついてるんですよね。はい、手の部分です。あとね、これ肘の部分、やっぱりね、肘つくんで、ここの色落ちは肘から手にかけては当たりがよく出てます。はい、後ろの部分です。まあ、バックルとかね、本来ある部分ですけど、まあ、サードタイプはね、このボタン2つなんで、まあ、こうすることはないんで、もう僕この定位置これです。まあ、この辺りとかちょっとダメージが出てね、いい感じですね。はい、今日は557のレビューをしました。復刻版ですけど、かなり味が出てます。デニムもね、体に馴染んですごい着やすいです。
ご視聴ありがとうございました。